皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・エターニア実況プレイパート35やっていきたいと思います。ぶっちゃけ久しぶりの撮影でございます。前回、この、お城をバリル城を探索している途中でセーブしてやめてしまったので、ロードポイントからの再開ですね。で、一応動画をね、ちらっと見返しはしたんだけども、俺ってどっからどう来たんだっけか確かね、確かそこの階段を降りた先には行ったんだったかな。ここで、確かこの辺りの謎を解いて、これだよね。もしちょっとね、いろいろと、どこをどう動いたんだかあまり覚えてないので、また一回通ったところをね、繰り返し通っていくような感じになってしまうかもしれませんが、すいません。よろしくお願いいたします。こいつ強いな。それね、しばらく夏休み実況とかね、他の動画の撮影とかに追われておりまして、しばらくちょっとテイルズベターには撮影できてなかったので、こっちか、こっち行ったのかな。なんかアイテム回収も適当な感じで先に進んじゃいそう。なんかこっち来ていない気がする。なんかいるもんな。こっち来てないんじゃねえ。思いのほか来てない方向に。ただちょっと前回みんながね、最後に見たところと全く関係ない状態になってるんじゃないかな。トンネル的倒すの大変。よし、ナイス。これね、さすが敵が強い。お、シルバークローク、シルバークロークって装備してなかったっけ。装備してるじゃねえか。あれ、あ、強いじゃん。で、ここに魔物がいて、フェイク、またフェイク。こいつ嫌い。逃げられないしね、こいつね。えい、殺される。敵のこう呪文攻撃だけ防いで、味方の呪文でこう攻撃する感じに。やばい、死ぬ。これはこれ絶対痛い。ドンですよね。回成功。え、しょ、早くね。なんでそんな一瞬でそんな強力な呪文一緒できんの。起こして、よし。いいぞ。そやべ、あー、呪文攻撃でさっさと倒してくれ。それやばい。あれって巻き割れる気か。即死だよあれ。強い。何も久しぶりなんでね、戦闘の感覚も全然ないですよ。あ、倒した、間に合った。お、クレイメル刑事に反応があります。エリクシール、そのくらいもらわないと割に合わねえよ。で、フリンジん、何か起きそうなんですね。開け方変えればいいのか。
これをこうしてフリンジ違うなんだレベル上がって何だった？ザーとかずっと一緒だから使えない。はいはいはい。ブリザード、そういうことか。ただ多分使わないか。あれ、使われるようになってるの。どういうルールなんだ。まあ、いいか。よくわからん。まあいいや。多分前回の動画をご覧になった方からしてみればツッコミ要素満載の実況になってるかもしれませんが、まあ、とりあえず先に進むことをね最優先に進めていきたいと思います。よし、いけ。うん、エクスカリバーがとにかく有効だ。てい開けるかよ。あと特別回収した方がいいアイテムあったかな。重要っぽいの大物おおむね取ったよね。きっと大丈夫だな。シルバープレート。うん、良さそうだな。いや、じゃああいつに勝負を挑んでみよう。よいしょ。へいへい。くそ、外した。連携難しい。押すタイミングわかんない。敵いねえのに入力成功するっていう。グランド、そこかい。うおお。あ、でもそんなに痛くねえ。危ねえ。ていていよいしょ。ほい。お、また奨励術が発生する。なんだ、来た、エクスプロード。いいね、強力な攻撃呪文だ。そして、お、なんだこいつ、スパイラル。とりあえずスペクタクルズでチェックしよう。おおおお、雑魚から倒せるかな。なんかくるくる回ってる。いて、へいへい。おはい、よいしょ、えい、よいしょ、えい、くらえい、えい、いりり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 り、ほっ、ゆるく連打じゃなくて適度に押そうかな。きっとその方がいい。よし。んで、今何しちゃえた？もしかして？きた！フェアリーリング。これだよ。これを待っていた。エメラルドリング1個余るけどどうしようかな。まあ、いっか。よし。では進もう。どっちから行くってこれ。じゃあこっち。お、
これ入り口の反対側だ。あれこっちもし光に強いのか。いい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 いしょ、はい、いいいいいい。弱点が水なんだ。でも別に光耐性ではない。ドン。ナイスナイス。ブラックオニキス HP 上げるやつだな。別にいいか。こっちはなんだ。お、なんだここ。ほいほい。まずこのアンデッドは今現状ねリット得意だから、よいしょ、ほい、よっしゃ、そっちで何とかしてくれ。ナイス。お、ノームもレベル上がった。これかぴったりハマるぞ。よし、うわ何か表示されたぞ。メルニクソ文字だ。メルディ頼む。はいな。柔らかき海永遠をくるむ、どういう意味か。カード認証。おい、砂糖うどう入力準備完了。砂糖とでいいのかな。左と右と音言わないよね。なんだ、音声に反応する機械らしい。高度な技術だ。さっきの言葉がキーワードになってたのかな。さて、これは3回転送します。はっ、あこれはありがたい。あ、もしかしてこのタイミングでそっち側のルートに行くのかな。そっか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 。それではそっち側まだ探索しないもんね、ちゃんと。でこっち結局まだ来てないね。宝箱があるっていうことは。よいしょ、水属性の武器がな、まだそんな強力なものってないからな。ちょっとちょっと遊ぶんじゃねえ。よし、決まれば強いんだこのコンボ。よいしょ、よし、はい、よし、いいね。奨励もガンガンレベル上がっていく。あ、あれですか、びっくりした、なんだと思った。お、入力準備完了。メルディ、さっきの言葉を言ってみろ。柔らかき海、入力確認。やはり僕の推測は正しかったようだな。へいへい、すげえすげえ。とりあえずこれで先に進めるんだ。ってことは他にもこれを入力できるところがある。そっかそっかそっか。じゃあ下手するとひたすら戻る感じになりそうだな。多分今これ右側の塔でしょ。おっと、危ない。あ、ファイアボールか、なんだ。えい、なんか瞬間移動してみ、こう映像時間の短い呪文をさ、ちま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 やられるとちょっとイラっとくるね。よしよしよし、どこまで戻ればいいんだろう。
まずどこが中心？クレイゴーレム。こいつら地味に強いんだよ。強いっていうか戦いにくい。よいしょ、よし、いいぞ。よし、オッケー。ここが中央で、どっちかな、こっちか。よいしょ、いいで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 、お、いいね。ウンディに行こうか。回復もしてくれるしね。よーし。いい、いい。やっぱこいつ、なんだろう、毒空な時が多いな。お、また奨励術が発動する。今度何だ？あ、パラライガードね。ってことは、今、キール、麻痺に強い状態になったわけだ。それはありがたい。よっしゃあ、ほい。ほい。よし、いいぞ。よし、いいぞ。いいね。おっ、よいしょ。ういあれあれ、ていラブリーミトン、なんか拾った。ラブリーミトン、あ、強い。ラッキー。あ、でこっちか、これか、ここか。ミスリルアームズ。お、強い。いいね。はいはい。いいいい。このゾンビ意外にいい格闘技してんだよな。あれ、どういった。てい。てい。届かねえ。微妙に通常攻撃が届いてないよ。よっしゃ。おし、これだ。入力準備完了。メルディ、はいな、分かってるよ。永遠をくるむ。入力確認。ポール解除完了。ポール解除了解。道が開けたぞ。いよいよバリルと対決か。ついにか。いや、しばらく撮影しないで、またいきなりなんか何そういうね、急にすごい戦いをしようっていう。大丈夫か。なんとかなるでしょう。そんなにあのゲームはうまい方ではありませんが、なんとか噛んで、ね、テイルズ手術はいっぱいやってるから。いや、クレイゴーレム戦いにくい。こいつとにかくね、こいつらはね、重ねたい。もう、ね、全部まとめて倒すぐらいの勢いで攻めますよ。おい、死ぬとこだった。しかもなんか衰弱してるし。パナシアボトル、アイテムもうちょっと見やすくしてくれればいいのにね。よっしゃ、ここに入れるようになってるんじゃないかな。
回復しっかりしていこう。隣の部屋で寝ればいい話かもしれないけど、ちょっと戻るのめんどくさい。じゃあ一応セーブして、今日ね頑張るよ。ここにロードポイントがある。よし、じゃあ行こう。雑魚がこら、ちくしょう。いいいいいい、なんだこいつ、なんだなんだあいつ、お前か。お前だな。よっしゃ、よし、はいはいはい、よし、ナイス、よし。さあ行くぜ。いたぞ、バレるか。待って、様子が変だよ。バリル死んでないか。ミイラだぞ。これがバリルなのか。そんな、バリルは死んでたってことか。だとしたら一体誰がグランドフォールを。バリルは死んだ。誰だ。バリルは10年前に死んだ。だが彼の心は今も私と共にある。シゼル、お前か。久しぶりだな、メルディ。メルディ、知ってるの？何者なんだ？シゼルはバリルが連れ合いだよ。連れ合い？総領主バリルの妻ってことか？あなたがグランドホールを起こしていたの？無論だ。私以外の誰にできようか。どうしてそんなこと？物質を求めて欲望を渦巻く世界など存在する価値はなかろう。これは物質に見入られた者たちに志半ばで殺されたバリルの意志でもあるのだ。だからってエターニアを簡単に壊されちゃ困るんだよ。愚か者め、これは破壊ではなく回帰だ。私とバリルの行く手を阻むのは何人たりとも許さんぞ。やるしかないのか。お、フォッグ。おお、待ち合わせにはちょっと遅れたな。バリルは任せろ。おお、バリルって女か。まあいい、天下はこっちのもんだ。進め。近づくな。おお、フォーク、大丈夫？さすがに聞いてるな。話してわかる相手じゃねえな。行くぞ。よし、シゼル、さあやってやる。うわ、12万、プリズムソード、うお。え、あ、お、は、おっと、全滅しましたけど、というか負けイベントです。一応頑張れば勝つこともできるはず。お前らごときを相手に
この力を使いたくはなかったのだが、やむを得ぬ。なんだ、逃げろ、戦ってはいけない。レイス、どうしてここに。君たちの力ではまだ奴の極光術にかなわない。早く逃げるんだ。どうしてお前にわかるんだよ。もう遅いわ。クリゴトはバテンカイトスの彼方で紡ぐんだな。くらえ、極光の洗礼を。極光壁。お、レイスは普通に極光術を使いこなしている。口言っちゃったけど、旦那さん、生きてるよな。みんな無事か。生きてるよ。なんでかな。僕も無事だ。ファラ、どうかしたじゃねえだろう。なぜ僕たちは生きてるんだ。極光術の直撃を食らったはずなのに。レイス、お、レイス、レイス、俺たちを助けた。渡さねばならないものがあったのでね。これはセイファートキー。この光は、これが真の極光だよ。真の極光？一体極光って何なんだ？俺と何の関係があるんだ？ガレノスに会うのだ。あとは彼が教えてくれる。どうやら私はここまでの色だ。レイス！リッド、大切な人を守れ。極光術はそのためにあるんだ。レイス、レイス、レイス、ファラ、大丈夫か？大丈夫だったら、ちゃんと最後のお別れもしてきたし。私は大丈夫。じゃあ、行くぜ。ルイシカのガレノスのとこさ。レイスの言おうとしたことを、
聞き出さなきゃならないからな。真の極光。ああ、それを追求することが俺たちの役割らしいからな。うん、そうだね。ついてくよ。はいな。はい。というわけで、バリルの妻であるシゼルとの戦いでね、傷ついたわけなんですけども、まあ、やられてしまったわけなんですけども、まあ、レイスが命がけで助けてくれました。で、その真の極光とやらのことを調べるため、これからね、ガレノスに会いに行くわけですね。メルディに質問があるんだが。何か？シゼルとはどういう関係なんだ？イベント入っちゃった。シゼルはメルディのお母さんだよ。え？あ、ってことはバリルか？お父さん。ソーリオスの娘。そうか。だろうな。出なきゃ普通ここまでやれねえよな。なんで黙ってたんだよ。そんなに僕たちは頼りないか？信用できないか？信じてくれなきゃ僕だってお前を信じることができないだろう。ごめんな。どう言ったらいいか分かんなかったよ。ごめんな。いいんだよメルディ。自分の母親が敵なんて悲しすぎるよね。シゼルは昔からあんなだったのか？バリルもシゼルも優しいよ。昔はな、ずっと昔のことけど、メルディは覚えてる。あったかい光、思い出。だとしたらどうしてこんな。わからない。メルディはずっと離れて暮らしてたから。極光術と関係があるのかもな。そうだな、ガレノスに会えば何かわかるかもしれない。はい。というわけで、まあ次回ね、その真の極光のことについて、まあ、ガレノスにね、話を聞きに行くわけなんですけども、一応リットも極光が使えるみたいなので、もしかしたらね、今後の打開策になるかもしれない。はい、それはまた次回やっていきたいと思います。はい。では、テイルズ・オブ・エターニア実況プレイパート35、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てけるなー。